はい、本日はですね、休日なのでバイクでツーリングしてみたという動画になってます。今日はね、僕の週に1回のお休み、日曜日なんですね。僕はですね、普段 YouTuber として活動してるんですが、一人で非常に労働環境がですねブラックなので、休みが週に1回しかございません。そしてその週に1回の休みもこうやってツーリングに行くとですね、動画を撮ってるというほぼもう休みないやないかいながら走ってはいてるんですけども、どうせなら仕事もね楽しみながら行こうということで、今回はですね大阪府のマーブルビーチというところにツーリングに行こうと思ってます。マーブルビーチってね、なんかリンクって大阪にあるんですけど、海沿いなんですけどね、その海沿いまで行こうかなと思って、今日はだいたい1時間半ぐらいですかね、片道走ろうと思ってます。でね、今日からねこれ見てもらったら分かるかもしれんけどね、 GoPro Hero 10をね導入してみました。僕の顔がね映るようにした方がいいかなと思ってね、お前の顔誰が見たいねんって思う人もいてるかもしれんけどもね、まあ2画面でした方が面白いじゃないですか。だから一応2画面にしてます。これ顎につけてるやつはね、3年前かな、ハワイの結婚式用に購入した GoPro なんですが、今でもバリバリ現役でね、なんじゃかんじゃと使っておりますわ。そして今回 GoPro Hero 10がね導入されたということで、もう完全に元ブログ仕様となっております。今日はね10月やからね、本場はねレザー着とったんですよ。ルイスレザーをね、いつもの正式ユニフォームを着てたんですけども、あまりにも暑すぎるということで、もうレザー置いてきました。まさか脱ぐと思ってへんかったから、これ脱いじゃってますけど、これ背中に大きいノースウェスって履いた状態でね SR 乗ってるんですよ。ちょっと合ってないね。まあいいんですけどね別に。いや暑いよね。しかし今日30度超えるって言っててね、10月やのに30度超えるんかい言うて、膝燃えそうやないぐらい暑いんですけどね、まあ頑張っていきますわ。僕ね普段ねセカンドチャンネルとかメインチャンネル、これ今見ていただいてるのメインチャンネルなんですけどもね、隣忍者が、忍者っていうバイクね、そうやってメインとかねセカンド喋ってるからね、基本的にはね旧車やな。やっぱ日曜日は結構いろいろバイクの人いてはるんですね。まあそれで何の話してたかというとね、メインチャンネルもセカンドチャンネルもね、基本的にはあんま頭部を途切らしてね喋ることないからね、こうバイクも別に途切らして喋れることは喋れるんですけどね、それすると一切映像変わらない、外の景色全く変わってへんけど、一人ペシャペシャ喋ってる映像はねあんま皆さん見たくないやろなと思ってね、極力喋らんようにして絵が変わってから喋るようには意識してるんですけども、まあその辺はねちょっと許してください。いろいろ変わったとこもありますよ。マフラーも変わってあるしやな、この SR っていうめちゃくちゃクラシックでセルもないくせに、この辺充電器とかめちゃくちゃちゃんと充実してるやしやん。まあそんな感じでね、ミラーも変えたりもしてますけどね、まあ走っていきましょう。いやー気持ちいいですね。しかしおっとバイクが並んでるぞ。これはちょっとツーリングに参加させていただこうじゃないか。もうなんか一緒に走ってるみたいですね。あー行かれた。ちょっとねマーブルビーチまで遠いからね、行くの嫌なって言ったな。高速乗りたいけど半袖で高速乗るのちょっと危ないからね、さすがに。マジいなあ。もうツーリング野郎がどっか行っちゃった。開いたことはないですってまあまあわかるけども、僕の場合ねオフ会は何回か開いたりとかポップアップとかもやったりことあるんやけども、参加する側じゃなかったからね今までね。あんまそういうの今までなんかこう行くの嫌やなみたいな感じでね行かんかったんですけどね、やっぱりね自分が開催してる以上ね、その参加してる人の気持ちってやっぱ知っときたいからね、ちょっと行っとこうかなと思ってね、この動画がアップされてる頃にはもう多分オフ会行ってると思います。結構ね SR ってこのバイクのねオフ会結構どこでもあるんですよ。愛知であったりとか関東でもあったりで関西でもあったりするらしいんで、ちょっとね一回行ってみようかなと思って、まあ、一応僕もねバイク系 YouTuber のね端くれでも行けるからね、すいませんと、僕ちょっとバイクの YouTube 最近始め出したんで、ちょっと勉強がてらにお願いしますって言ってねお邪魔させてもらおうかなと思ってます。でまたねその様子もねその YouTuber さんに OK もらったらね動画にしようかなと思ってるし、拓蔵が YouTuber に会いに行くっていうね、まあ、SR のオフ会やったらね行きたいなと思ってね行こうかなと思ってます。ちなみにその弟とね一緒に行こうか言ってるんでね、弟もねなんか5年ぶりぐらいになんかバイク直す言ってましたわ。なんかもう今動かへん言うとったから、なんかバイク
バイク屋に持ってって修理してもらって、なんかエンジンとか変えるんかな、分からんけど、でタイヤも変えやなあかん言うてて、なんかそんなんやるみたいですわ。そしてまたこの SR もね、ちょこちょこ触ってるんですよ、いろいろと。こういうニーグリップのシール入れたりとか、なんかいろいろ触ってて、その外装はねほぼほぼ変わりなくて、もう買った時と何や変わりないんやけども、なんか細々したもん変えてね、結局総額何分いったんかなと思ったんでね、ちょっとまた今度ちゃんと計算してね、また変えたとこここですとかね、でこういう風にして ETC 突っ込んでますとかね、まあ、そんなんお伝えしようかなと思ってます。今はねどこ走ってんのって言われるとね、海に向かってます。大阪からやったら西の方に行くのかな、海の方に向かってって、海の方まで行ったら下っていくような感じで、和歌山の方向いて降りていくみたいな感じなんですけど、うわマクドえらい混んでるな。あ、やだ、怖いお兄さんたちだ。やめてください。もう言うてる前にね、その辺海なんですよ。なんかあのヤシの木とかあるじゃないですか、あっちの。あの辺のヤシの木がね、なんかもう海っぽさを出してるでしょ。ただね、これ下道行ったらまたこっから1時間かかるんですよ。いやもうさすがに1時間も疲れたでと。だからね、ちょっとちょっとだけサクッと乗ります。でやっぱり半袖やからね、ちょっと危ないからね、ほんまにもうゆっくり左車線をねトロ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 走らせていただいてね、皆さんのお邪魔ならんようにやっていきたいなと思います。まあ一応ね乗ったらあかんバイクじゃないからね、ちょっとまあ乗らせてくださいよ。もう1週間も下道走ったら疲れるんでね、高速乗ったら30分で着くって言ってますわ。だから30分短縮になるんでね。ああそうそうそう、これぐらいのねゆっくりしたスピードがいいですわ。70キロね、高速もこれぐらいだったらね安心して走れるんやけど、100キロまで行くとねちょっと SR はねちょっとダメですわ、飽きませんわ。今日ね嫁にね、ちょっとツーリング行ってくるわ言って、どこまで行ってくんのって言われてからね、マーブルビーチって言ってね、それどこって言われてから、大阪のリンクの近くに海あんねんけど、そこの海がなんかバイカーに有名らしいわって言ってね、行ってくるわ言ったら、いいなーって、行きたいなーって言われたんですけどね、まあ、彼女もねバイクの免許ね取りに行くらしいんでね、まあ、取りに行ったらね、まあ、2人でツーリングするかもしれません。って言ってもねまだまだ先ですよ。あの入校がね2ヶ月待ちとか3ヶ月待ち、今結構やっぱ人気みたいでバイクが、だからすぐには無理なんですけど、まあ、バイク取れたら来年の夏くらいかな、一緒にツーリングできたらいいかななんて思ってます。うわー、あれ多分夜綺麗やろな、工場地帯。いい景色だね。こっちはもう海だね。ここで降ります。あ、これまっすぐですね。まっすぐ行きたいのでこっちを入れさせてもらいます。すいません、海行くの初めてですね。サーフィンも行ってないし、うわいい景色やな、めちゃくちゃいい景色やな。あ、結構人いてるんかな。水上バイクもやってるな。そうそう、水上バイクの免許取りに行ったから、そういや海行きましたわ今年の春。水道の信号かな。あ、結構人いてるね。結構いてるんだね。結構いてはるね。バイカーの皆さんもあそこ行ってるんだね。いかついねバイカさん。家族で来てありますけどね、見てもらったら分かるようにね。わあ、白飛びしてるな、めちゃくちゃ天気いいな。コーヒーを飲んで、ラーメンを食べに行きましょう、昼ご飯のね。うわ、海入ってるおっさんおるやん。見えるかな、遠くの方に見えてるでしょう。
だやったか。ラッキー。あ、20分無料、20分しかおらんかったかな。もうちょっとおったような気するけど、20分しかおらんかったけど癒されたな。ちょっと家帰って昼寝したいな。眠くなってきましたね。最後は僕のお気に入りのラーメン屋さん行って家帰りますか。だいたいね、30歳超えた休日のね、おっさんの休みってこんな感じなんですわ。好きな趣味して、まあ、釣りするんやったら釣りして、ゴルフするんだったらゴルフして、だいたいラーメンとか、なんかそんな、なんかそういうもん食べて、あとは家帰って、でゴロゴロして、でここにもし子供おったりしたら、まあ、子供と一緒にちょっと趣味したりすることもあるかもしれんけども、まあ、だいたいこんなもんですわ。いや僕はね、子供が生まれたらね、一緒にバイクも乗せてあげたいし、あと水上バイクの後ろも乗せてあげたいんですよね。でそれがにあったらキャンプの米の炊き方も教えてあげたいし、サーフィンも教えてあげたいし、まあ教えれるほどのレベルではないけどもね。けどね、まあいろんなことさせてあげたいなと思ってるんですよね。まあおらんけど、予定もないけどね。あとは気をつけてね帰りたいなと思いますので、今日はこの辺で終わろうと思います。